い、こんにちは、ラビットです。皆様いかがお過ごしでしょうか。今日もまた新作ゲームの情報を紹介していきたいなと思います。本日の内容はこちら。エイリアンファイアチームエリート大型アップデートで新マップが追加解説するということでね。いや、エイリアンファイアチームエリートね、もうやってない方の方が多いとは思うんですけれども、私ももうアインストールしていて、で今回ね大型アップデートが来る、でもなーみたいな感じだったんだけど、ちょっと調べてみたらね結構面白そうだったので、またね改めて引っ張り出してきたという感じです。なので今日はね、その大型アップデートがどんな感じで面白そうなのかというのを紹介できたらなと思います。で本日の動画の概要は、エイリアンファイアチームエリートも忘れちゃってる方も多いと思うので一回紹介して、でアップデートの概要について解説して、でその後予告編が出ておりますので、予告編をねみんなと一緒にチェックして、で最後に個人的に気になる点で、もしかするとだけど今回ねクイーン戦が来るんじゃないかなという感じで予告が終わっていたので、まあ、その辺も含めてね解説していきたいなと思います。でこのゲームファンからは2つね大きい要望があって、1つがクイーンとのバトルがないというので、クイーンとのバトルを入れてくれと、できればローダーに乗ってリプリーみたいにクイーンと戦うみたいな、なんかそういうバトルが欲しいっていうのが1つあって、でもう1つはクロスプレイがないと、クロスプレイを入れてくれというのがね一つ大きい要望なんですけれどもね。まあクロスプレイの方は今回ないかもしれないけれども、クイーンとの戦い、まあローダーが出てくるかもわかんないけど、クイーンとの戦いはありそうだなという感じなんですね。もしかしたらあるかもしれないぐらいだけどね、もしかしたらまた逃げるだけかもしれないけれども、まあ、クイーンは出てきそうだなという話ですよね。でまずはエイリアンファイアチームどんなゲームだったかというのを紹介しますけれども、まあ、3人称視点の3人コープシューターということで、まあ、ワールドボーゼットタイプのゲームと思って間違いありません。でエイリアンの1から3とプロメテウスの世界観が出ているゲームという感じです。で2、エイリアン2、エイリアンズで出てきた海兵隊がね主役になっていて、まあ映画の23年後が一応世界観の舞台ということになっております。で2021年の8月24日に発売されていて、 PS5 と PS4 と Xboxシリーズ X と Xbox One、 あとは PC で発売されていたんだけれども、クロスプレイだけが未だに実装されてないということで、コンソールが変わるとプレイができないんですね。ただ PS4 と PS5 は一緒にできるし、 Xbox 同士はできるし、 PC はまあ PC か、 PC 同士は普通にプレイできるしということなんですよね。で日本語版はプレイステーションしか発売されてないんですね。 PS4 と5のみということで、でも日本語訳はサングーという会社がやってるんだけれども、日本語訳はすごくねよくできていて、そのワールドボーゼットみたいになんか変な日本語とかはないという感じなんですね。だからすごくねいいゲームで惜しいなというところなんだけれども、ただ横クロスがないんですよね。これが本当にね早く入れればもしかしたらまだね少ない各コンソールに分かれてるプレイヤーたちがギュッて集まってまた遊べるかなという期待はあるんですけれどもね。まあボス戦だよね。あとはボス戦とかなんか面白さはねあると思うんですよね。何かあればねプレイヤーがバッてまた戻ってきたり、新規のプレイヤーが入ってきたりとかね、そういうこともあるんじゃないかなと期待しております。で作りがとにかく丁寧なんですよ。グラフィックもいいし滑らかだし、ゲームの完成度自体は高いなという印象なんですね。でエイリアンの世界観がよくできていて、エイリアンファンはもうほんと満足できる内容かなという感じです。ただラスボスがクイーン戦がねほんと不評という感じで、ただ逃げるしかないし、ただその逃げるのもあんま面白くないんですよ。もうなんか決まったところに決まったようにパッて出てくるだけで、そんなに何もしてこないみたいな感じで、ちょっとねラスボス戦がね不評なんですよね。で機種間のクロスプレイがないせいで、クイックプレイも最初なかったですね。今はあるんだけれども、その機種間クロス以外は結構アップデートで改善されて良くなってるんだけれども、ただ最初クイックプレイもなかったせいで、発売後3週間でプレイヤーが減少してしまったんですね。一気に減ってしまって、まあかそってしまったということなんですよね。で値段が安めなので、相応といえば相応だったんだけれども、ちょっと それでにしてももったいないなという話なんですよね。ゲーム自体はでも最初に言ったように本当よくできてるなという印象です。でエイリアンファンとかコープシューターファンにはおすすめのね本当いいゲームなんじゃないかなって思うし、 PC 版だったらそのボットでソロで出ることが多くなるんだけども、そのマッチングがうまくいかないっていうとね、でもそうするとボットはねいまいち弱いんですよ。ボットがいまいちうまく動いてくれなかったりして、すごい不満があったんだけれども、
そのモッドを入れるとそのボットが強くなって最高難易度でもソロでもね遊べるようになるということなので、まあ、PC 版の人はねそのモッドとかよかったら入れてみたらいいんじゃないかなと思うんだけれども、まあでもコンソール版しかね日本語版はないからそれはモッドは入れられないということになっちゃうんだよね。まあそんな感じのゲームとなっております。ではですね、予定されているアップデートの概要をね紹介していきたいなと思います。でアップデートは海外版は8月30日で日本時間だと31日配信されるということです。でアップデートには無料のパートと有料のパートがあって、無料はもう持ってる人なら誰でもできるということで、ハードコアモードというのが追加されるそうです。これはその作ったキャラクター、新しくキャラクターを作って登録して、でそのハードコアモードで好きな難易度に出れるんだけれども、そのキャラクターが一度死んでしまうともう復活することはないということで、このなんとかってキャラクターはこの一面のあそこで死亡しました、そのレコードはこんな感じですみたいなのが残るだけということみたいなんですね。なのでまあ低難易度からレベルを上げていくというのがどういう感じになっていくのかちょっと分かんないけど、あレベルはもうあるレベルを使えるのかな、アンロックしたパークとかスキンとか使えてキャラクター作れるんだけれども、そのキャラクターが死んじゃったらそこで終わりという感じです。なのでそのでもハードコアモードじゃないと得られない報酬、特別な報酬とかスキンとかいろんなのがあるらしく、アタッチメントとかもあるって書いてあったかな、まあ、いろんなものがあるんだけれども、それを手に入れたんだったらそれは残るということみたいです。だからキャラクターが死んじゃってもそのキャラクターで手に入れた報酬は残っているということみたいですね。いやでもなんでこんなモードを追加したのかわからないんだけど面白そうではあるよね、やってみたいなと思うけど、これでどうなるんだろうと思うよね。ただ、さっきも言ったようにボットが弱いので、ソロで遊ぶ分にはちょっとボットが弱すぎるので、高難易度に出てくにはね、さっきも言ったそのボットを強くするモッドを入れないと、とてもその最高難易度の方とかはソロでは遊べなくなっちゃってるゲームなので、まあ、その辺もねちょっとプレイヤー離れが起きやすかった理由じゃないかなと思うんでね、ソロだったらちょっと難易度を自動で調整してエイリアンが柔らかくなるとかね、その参加してくるプレイヤーの人数によってエイリアンの硬さとか湧き方が少し変わるとか調整がねワールドボーゼットみたいにあったらまた違ったんだろうなと思うんだけどね。まあ、無料のパートはそんな感じとなっております。で有料のパートがメインのパートで、3つのキャンペーンマップ、つまり新しいステージですよね、3つのステージが追加されて、武器が8つ、まあ2種類ずつ4種類ってことなのかな、なんかよくわかんないんだけど、武器はとにかく8つ、新パークも追加されて、各クラス全クラスに新パークが追加されるということみたいですね。で新アタッチメントも13個追加されるし、新スキンも10種類以上、20種類以上の、あとは武器の色とか新しいカラーとかエモートとかも10種類以上ずつ追加されるということみたいで、これ聞くと結構な数追加だなと思うんだよね。で新パークとかが各クラスに それぞれ特有の、肩からビームキャノンとかロケットランチャーとかそういうのがあるんだけど、それの種類を変えるみたいな、タイプを変えるみたいなパークが全クラスに追加されるということみたいです。だからそれはね戦い方が大きく変わるので、また面白いんじゃないかなと思います。ロケットランチャーの場合は、例えばデモリッシャーの場合はロケ肩からロケットランチャーを打つんだけど、これの数を増やしたり、そなんだろう、ちょっとナパーム弾にしたりとかそういうのがあるんだよね。それがまたちょっと変わるということみたいだね。だからロケットランチャーが何になるのか分かんないしけど、あとは新しく肩からビーム出すやつもいるんだけど、そいつのビームをなんかシールドみたいのにしたりとかあるのかな。それがまた新しくね何か追加されるということみたいですね。ただやっぱりクロスプレイの話は一切出てこないので、クロスプレイを追加しようとしてるのかどうかもわからないんだけどね。まあそんな感じのアップデートとなっております。それではですね、予告編がありますので、みんなでね一緒に見ていきたいなと思います。予告編スタート。Was that a Xeno? The corpse was definitely a Xenomorph, slain in combat. My god. Are those engineers? What killed them? And how?
ということでですね、思ったより結構面白そうかなという感じで、結構大きなアップデートなのかなって印象ですよね。で最後にね、気になる点をまとめて終わりにしたいなと思うんだけれども、一番最後にかなりでかいクイーンサイズのね、白いエイリアンの尻尾がねちょっと映っていたので、もしかするとクイーン戦があるんじゃないかなと。もうほんと最初の頃からなんでクイーン戦がないんだみたいな、クイーンと戦えないんだみたいなのがすごい不満で出てたので、まあこのアップデートでね、もしかしたら追加されるんじゃないかなという印象ですよね。で新敵キャラ、白いやつ、白いゼノモーフみたいのが出てくるみたいで、中にはね、なんかコングみたいな、タンクみたいな、すごい力が強そうなやつとかも出てきてたから、いろんな種類の新敵キャラが、まあ、少なくとも3種類は画面で確認できるかなということですよね。新パークとか新武器が出てくるってことなんだけれども、これが結構面白そうだ。毎回ね、新武器が面白いので、この手のゲームはね、新武器が期待したいところだなというところですよね。でクロスプレイどうなったということでね、クイーン戦はいいんだけど、まあ、ローダーが出てくるのかどうかもね気になるところだけど、ローダーは出てこないのみたいな話だけどね、まあ、クロスプレイそれよりどうなったって話だよね。もうこんなに時間経ったのにまだ実装できないのかという話なんだけどね、まあ、クロスプレイに関して何かしらコメント欲しいよねとは思うよね。実装開発中だとかね、実装予定だとか、なんか欲しいところですよね。で現在 Steam に限るんだけれども、 Steam ではまあ時間帯にもよるけど、500人から1000人ぐらいがね常に接続してるのかなという感じです。だから完全に人がいないってわけじゃないんだけれども、まあ PS 版だったらもうちょっといるかもしれないよねって話だよね。でもマッチングはそんなに期待できないかなって感じだし、そもそもボットが弱いからソロで遊ぶのはね、高難易度には出ていけないって感じになっちゃって、あんまり面白くないかなってとこなんだよね。まあ、プレイヤーがね、このアップデート、新しいマップ3つも追加されるってことだし、クイーン戦がね、もしあるんだったら、それはそれで、ある程度のね、人はまたバッて戻ってくるんじゃないかなという印象なので、もし持っててね、眠っちゃってる人は、8月30日、31日かな、日本時間で、からアップデートが入るのでね、ちょっと引っ張り出してまたやってみるというのもね、面白いかもしれません。まあ、そんな感じとなっております。皆さんはどう思いますか？よかったらね、コメント欄でご意見をお聞かせください。それじゃあね、今日はこの辺で終わりにしたいなと思います。ご視聴の方ありがとうございました。またなんかね、面白い情報とか新しいニュースとかあったらね、すぐにお知らせしていきたいと思いますので、まだの方はよかったらチャンネル登録とかよろしくお願いいたします。それでは、ラビットでした。皆様の良きエイリアンライフをお祈りしております。それじゃあ、またね。